始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気させてもらってます。元気させていただきます。あったあった。私最近、はい、パチッパチッってこうよくやっちゃうんですけど、はい、通販お二人はしますか。あ、そっちかも、はい、スマホの方から思った。あ、まあ、スマホでこう簡単に買い物できますから今。そうですね、家内に頼んでね、はい、これだっていうのを買っちゃうときは多々ありますけどね。言って買ってもらうってことですね。あららへっこむサプリメントって言ってもそんなの無駄な抵抗とか言われちゃって、えみたいな、そんなことないでしょみたいな、いろいろありますよ。いろんなもの買えますよね。買う？お米とかお水とか重いから通販で買っちゃってます。はぁ、はい、で運んでくる人は一生懸命重たいのことだね。ご迷惑おかけします。それが仕事ですか、はいはい、今本当に便利になりましたよね、はい、ということで今回ご紹介しますのは、はい、通販をはじめ貿易物流事業でお客様に対し常に新しい価値を創造提供しています。こちらの企業様30分通しでどうぞ。日本を支える労働力、現在その半数近くは女性の力によって保たれており、もはや我が国にとって女性の活躍は欠かすことのできない要素となっている。そんな働きやすく力の発揮できる職場環境で、企業理念の個人の尊重、自由闊達、自己成長の3本を柱に、手作業を必要とするきめ細やかさから機械ではカバーしきれない丁寧さまで、財産となる人の力を育て、競争力のある高品質な物流サービスを目指す男がここにいる。住商グローバルロジスティクス株式会社取締役常務執行役員センター事業本部長甲斐仁。住商グローバルロジスティクス株式会社では、物流センターを展開する千葉を拠点に、これまでに培ってきたブランド力、そして充実した福利厚生など、働く人々のワークバランスを優先し、時間外勤務の削減や有給取得促進にも積極的に取り組んでいる。スタッフの働きやすい環境を作り出すことで、お客様へ常に物流の新しい価値を提供し続けている。今回はそんな甲斐仁をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。設立はいつなんですか。設立はですね、2006年の4月です。我々住友商事グループ、その前はですね3つ会社があったんですけど、今我々は本部がやっている、そういった国内の物流を、マネージしている会社があって、もう一つは、国際間の物流をマネージしている会社、それともう一つは住友商事の物流支援をやっている、住友商事の名義の商品をですね海外に輸出入する際に、住商グローバルロジスティクスの人間がきちんと法令を守って、当たり前ですけど物流っていうのはその納期っていう、いわゆる届ける時間が決まってますので、きっちりその時間内に届けるっていうような仕事をしてまして、その3つの会社を統合してですね2006年の4月に設立しました。住友商事っていうと、やはりその例えば金属ですとか、例えば機械ですとか自動車ですとか、そういうどちらかというとこう結構大きなもの、重たいものっていうものを貿易の場合は扱うことが多いんですけども、一方化学品もありますし、ただ我々のこのセンターはあくまで国内で、しかもどちらかというと通販アパレルっていう、そういう一般消費者に近い商品を扱っている本部です。当社はですね4つの事業柱にしております、はい、で1つ目がですね住友商事、親会社の住友商事、はいはい、並びに住商グループ、企業のですね、いわゆるロジスティックスサポートをやってます。でロジスティックスサポートといいますと、住友商事が、輸出入社として、世界中のですね、お客様と、貿易取引をしております。その貿易にとってですね欠かせない、いわゆる輸出入通関ですとか船舶、それから航空機、その辺の手配をしている、そういう事業があります。それから2つ目がですね今度は国際一貫物流事業と、これは住友商事および住商グループ企業並びにですね
我々過去からお付き合いしてきている製造業者さんがですね、やはり海外間でいろいろ物を動かされます。でその時にその我々今度物流業者の立場で、その国際一貫物流をマネージすると、こういうのが2つ目の事業です。それから3つ目はですね、ちょっと変わってるんですけども、これ物流容器のレンタル事業っていうのをやっております。折りたたみ式の物流容器、我々マキシコンと呼んでるんですけども、化粧品ですとか食品、これの原材料、液体ですね、液体の方ですか、はい、で液体を入れてその容器に入れますと、まあ、トラックに積み込む際に、はい、積み込みの効率が良くなる、ピシッと詰めると、はい、それから工場に持っていった時に保管するのに非常に段々にも詰めますので、折りたたみで、はい、まあ、これ日本では約7割のシェアを私どもの会社が、持ってます。で最後が、我々のですねセンター事業本部というところで、皆さんお使いになられていると思いますけれども、テレビ通販、それからネット通販、それからまあアパレル関係ですね、それから雑貨、あと通信機械なんかをですね取り扱って、国内の物流センター、我々倉庫と言わずにセンターと言います。まあ我々のセンターに海外それから国内から荷物をまあ持ってきていただいて、でそこでまあ物を一時保管して、で皆さんイメージですと、なんかコンテナに、まあその荷物が入った状態で倉庫に来るっていうのが皆さん多分イメージだと思うんですけど、はいはい、コンテナ開けて我々のそのセンターに入れて、でそれでばらして、で仕分けをして、その我々のセンターの中に棚を作ってですね保管をしていると、要は小分けするということですね。でそういったことをやっている事業です。通販です。だいたい小さい箱だとだいたいこのぐらい、はい、大きくてもこのぐらいですよね、で海外からコンテナというと12メーター、2メーターですから、でまあだいたい 1.5 メーターぐらいのこういう単位でドーンと運んでくるんですけども、はい、でそれをうちのセンターに届けていただいて、開けて、で我々はそれを入荷って我々呼ぶんですけど、入庫するときにまずそこを開けてですね、箱を開けて物を確認して数を確認するというような、まあ我々これ検品って呼んでるんですけど、その後保管をするんですけども、今だいたい30万種類ぐらいの商品がだいたい500万個ぐらいうちのセンターにあります。それで1日にですね約5万人に対して商品を送ってます。そんなの可能ですか。まあそういった作業、センターの中でやる作業の中心人物が実はやっぱり人、皆さんもしかしたら機械がなんか自動的に動いてですね、機械化されて人なんかいないっていうふうに思われるかもしれませんけど、我々もちろん自動化機械化進めてますけど、やっぱり人が一番重要、いわゆる会社の企業理念のところにも入ってます。その人っていう響きを聞くと安心するけどね、今何でもロボットだとか機械だとかそういうふうにそれも必要なんでしょうけども、 でも大変ですよね、人がやるってなると、まあ、大変ですね。大変だね。従業員の方多いんじゃないですか。赤山のセンターは約1000人そうですか、はい、おります。いるよね。でそのうちのですね700人がパートアルバイトさんです。まあほとんどが女性。女性ですか。女性なんです。びっくりです。いろんな男性のイメージです、ね、力が必要なんじゃないのかなと思って勝手に思うんですが、多分宮沢さんもね、物流っていうとなんかいろんなイメージ持たれたと思うんですけど、汗だくで、ね、汗だくで、ね、ヘルメットかぶってっていうイメージですよね、はい、先ほど倉庫と言わないとセンター、センターね、はい、センターと我々呼んでます、はい、全く違います。まあその商社、総合商社ですから、国内というよりもどちらかというと海外との仕事が多かったんですけど、そうですよね、やはりこの一般消費者通販というのを戦略的にもそこに注視して事業を展開していこうというように考えたんですね。一般消費者に近いってことは稼働ももしかして休みないんじゃないですか。いや私どもの、まあ、経営理念ここにありますけども、はい、個人の尊重、それから自由闊達、
自己成長と、まあ、この言葉を、まあ、常にですね、あの我々、社員がカードに書いて携帯してるんですね、はい、それでその下にあるあの競争力のある高品質な物流サービスの提供、うん、これは1番が2番につながってるんですよね、うん、そういうことをやっぱり進める上ではやっぱり個人個人のですね、あの、まあ、堅実なというか成長がないと会社としても我々本部としても絶対に成長がない、それはアルバイト、アパートアルバイトの皆様もしっかりなんです、全く同じ。ワークライフバランスという、まあ、ちょっと最近ではその言葉あまりあの出てこないかもしれませんけど、まあ、それを推進している会社でございまして、はい、例えばあの子育て、それからまあ介護といったですね、時間が限られている皆様に関しても、いわゆる勤務時間もですね、そのいわゆる上司とよく相談の上こうフレキシビルにこう変えられるような、そういうシステムを持ってます。で一応ワークライフバランスということでですね、時間外勤務っていうのはできるだけ削減しましょうと、それからまあ有給休暇、まあ、当然これはきちんと取得してください。健康診断なんかもですね、あの受けられるようにしております。そういったことで常にあの個人個人を気にして、まあ、いわゆる本部会社を運営していて、自由活発につながるんですか。そうですね、どっちかというと自由にしたいっていう、はい、自由になりたいっていう人間、うん、そう思いますよね、うんうん、で成長したいとか、はい、愛されたいとか、あそういうことを、こういう基本を忘れては絶対ダメだっていうのが我々の考え方です。ご家庭で子育てされている方も多く勤めてらっしゃるのかなと思うんですけど、そうですね、今、その700人のうち、はい、7割ぐらいがそのいわゆる、主婦の方で、中心はやっぱり40代の主婦の方が多いですかね、はい、やっぱり力となるわけですね、そういう方々が ね、 お仕事の内容っていうとどういったものなんですか。まず商品が入ってきた時に検品作業といって商品のまあ内容とそれから数、これがそのきちんと合ってるかっていうことをまずやって、でその後一時保管しますので、まあ大体通販の方って夜に発注されますよね。あそうですね、夜番組を見て見てやりますね、で電話したりネットでオーダーされますけども、それもいち早くこう出していくにはですね、その品物がそのどこに置いてあるか当然ですけど分かっておかないといけないし、その棚からその一人、まあ例えば一般消費者の人が靴一つあと何かをまあオーダーされました、そうすると靴のエリアから誰かが物を取ってこなきゃいけないですね、で別のところからも取ってこなきゃいけないです。でそれを我々ピッキングって言ってるんですけど、そういうそのピッキング作業もやってますし、まあ、それからあの梱包ですけど、まあさっきこんな小さな箱、これは自動的にあの機械でそういう箱ができるんですけど、そこにまあ入れる、これはやっぱり人間の手で中に入れて、はい、それをその後まあ封入、あの全部シールしてですね、それでいろいろこうバーバーコードの管理をしながら、まあお客さんに間違いなく届くようなシステムを組んでいます。まあいわゆるその倉庫だと物の保管っていうのがじゃあ中心になっちゃうんですけど、我々はどっちかというと仕分けをして、それでその梱包して一般消費者さんにきちんと届ける、だからそういう作業は女性の方が丁寧できめ細かいっていうのがポイントになってくるんですよね。自動の部分もあります。ただあのやっぱり機械化と人で、特にあの我々改善ってあのもうこれ世界の言葉になってますけど、あの現場を改善するというのはこれは人しかできないと思ってるんですよね。その、パートアルバイトの皆さんが、要は先月やった作業よりも今月の方が良くなるっていうのは、僕ら言うと生産効率が上がるということにつながっていきますので、やっぱりそういった意味で人が大事と。そういうのでも企業内のね、はい、コミュニケーションとかそういうものもすごく大事になってくるじゃないですか。そうですね、サッカーと全く同じです、はい、やっぱり私が言ってるのは、その自分の考えをいつでも言えるようにしてくださいと。私もサッカーやってて、はい、常に試合中は言いたいことを言うと、はい、伝えると伝えて伝えると、でキャプテンはキャプテンなり の、はい、そのリーダーとしてのやっぱりその職務を果たすと、うん、で監督は監督で
外から見ていて、でそれをそのきちんとそのプレイヤーに伝えると、うん、まあ、そういう意味では、まあ、そのコミュニケーションというのは非常に重要になってくると思います。大人数だもんね、はい、多くの人たちが働いてるから特にそうだよね、うん、あとはあの女性がまあほとんどなんですけども、うん、あの育児休暇っていうのを取られて、それで育児休暇終わって復職されるような方も結構いらっしゃいますし、それとあと私どものこの赤根山センターの近隣にですね、あの障害者の方のいわゆる就労訓練施設というのがあるんですよ。でそこでですね、あの就労訓練を受けられた方も今実は我々のセンターで働いていただいてます。はい、障害者の方にもやっぱりそういう労働の場をきちんと与えるという、これはあの住友商事の親会社もかねてからそういうスタンスでずっとやってきてはいるんですけども、それからあのその2006年に我々で会社作った時に設立した時に、まあ女性活躍プロジェクトっていうのを立ち上げたんですね。でまあその中でまあいろんなその会社のまあプロジェクトがあったんですけども、まあそれがまあ、あのつながってですね、あの2011年ですけど、まあ、厚生労働省からクルミンマークという子育て支援を積極的に推進している企業に交付される、うん、そういうマークみたいなのがあって、私 の名刺にも入ってますけども、はい、それもあの他の企業さんよりもいち早く取得をしました、パートアルバイトさんが我々の会社の中の中枢を占めてますので、うん、この人たちにどれだけモチベーションを与えて仕事をしていただけるかというのがもうキーになって、だから CIR 最初のポイントはそのモチベーションっていう、あそこに行っちゃうんです。それ大事ですよね。でもね、舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。すごく人を大切にされてるんだなっていうのを話伺っててすごく感じるんですが、はい、新しい方、新人さんの教育っていうのは、パートアルバイトの方が新しく入られた時で、まあ、我々当然ですけども、あの社内の、まあ、マニュアルといいますかね、そういう冊子を必ずお一人一人にお渡しして、それからその先輩社員があの丁寧に、そのパートアルバイトさんにもアドバイスをする、指導をするということをその励行していただいてます。あの人事部っていうのは大体本社にいますけど、我々があの先ほど言いましたように700人以上のそのパートアルバイトさん多いですよね。ですから分中という形でおりまして、みんな女性なんですけど、その人事も、まあ、入社した時からずっとその、フォローアップしてるっていう、なんか問題があったら常に聞いていってるような、そういう支援体制も引いてます。他にも働きやすい環境づくりのために心がけてることとかはありますか？そうですね、あの、まあ、環境はですね、我々安全安心、もうこの2つの言葉尽きるんですけど、やっぱり事故とかそういうことが起こってしまいますと、そう、先ほどのモチベーションも下がりますし、生産性ももちろん下がります。したがってまず安全管理ですね、安全管理の強化をしております。まあ、それからあの安心してやっぱり仕事をしていただけなきゃいけませんので、まあ、あのそういうパートアルバイトさんにはですね、まあ、懇親会っていうのは当たり前ですけども、主婦の間で整理整頓、片付けるということに関するなんかいろいろありますよね、テレビでよく出てきますけど、ご家庭でやっぱり整頓するにはどうしたらいいかとか、そういうことをあの会社として講師を呼んで、アルバイトさんに実はあの講演をしております。ちゃんと印象付けるっていう、ちゃんと勉強するっていう、会社の中でも整理整頓ですけど、多分家庭でも整理整頓っていうのはなんかやっぱり重要なことになると思うので、そういうモチベーションをとにかく上げていただくような形でのそういう講演会の実施も進めております。はい、へえ、そういうこともやられるんですね。そうですね、ちょっと我々のイメージがちょっと違いますね。大きく変わってきました。ガラッと変わりました。そうですか、はい、
すごく気になるので、はい、この茜浜センターの方に私行ってきましたので、どうぞご覧ください。千葉県習志野市にある住庄グローバルロジスティクス茜浜センターにやってきました。いや、お話には聞いてましたけど、想像を超える大きさです。中がどんな風になってるのか早速入ってみたいと思います。森田さん、こんにちは。こんにちは、森田です。本日担当いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速中へご案内いたします、はい、こちらへどうぞ、はい、お願いします。おー、これは森田さん、はい、本当に中も広いですね。はい、こちらがセンター内部となっております。こちらのセンターは365日休まず稼働しております。森田さん、こちらは何をするところですか？はい、こちらでは、集めてきた商品をお客様ごとに仕分けをしている作業です。スタッフの方が、はい、こうバーコードですかね、はい、スキャンして機械を使って作業されてるんですか？はい、商品をスキャンするだけで、光りますので、その光ったところに商品を入れていただければ、それで仕分けが完了となります。森田さん、はい、このショッピングカートの大きい版のような、はい、これは何をする機械ですか？はい、こちらは商品をピッキングしてくるための機械になります。はい、こちらは非常に高いテクノロジーを使っておりまして、商品をスキャンすると、場所が光ります。その光った場所に商品を投入していただくとピッキング完了となります。あと特に押しながらピッキングすることができるので、はい、力仕事が苦手な女性にでも簡単にピッキングしていただける機械となっております。ここは何ですか？はい、こちらではその集めてきた商品をお客様ごとに発送する作業を行っております。主に梱包ですね。はい、せっかくなんで実際に梱包作業を体験してみますか？あ、いいですか？はい、どうぞ体験しましょう。商品、はい、どうしたらいいでしょう？まずこの商品を出していただいて、はい、はい、出します。あ、そしたら、はい、そしたら伝票を、はい、まずスキャンするんですが、はい、ここにスキャン流れますし、はい、で伝票を覚えてください、はい、で次は、はい、この商品のバーコードをスキャンしてください。これ持ってきてもいいですよ。はい、割れ物になってますので、はいはい、ここに内袋がありますから、これに商品を入れます。はい、はいはいはい、入れました。はい、はい、で一緒に入れちゃうと串が割れちゃうでしょ、はい、なのでこれはこれで蓋をします。あ、ごめんなさい。いえいえ、ここで止めてもらって、はい、止め方どうでもいいんですか？テープで、はい、止めました。これも割れ物なので、はい、もう少し小さい方に、小さい、はい、またテープで止めます。入れて止めます、はいはい、そしたら今度箱を選ぶんだけど、はい、ちょっと高さがある箱を選んでもらいます、はい、でこの S 級っていう箱、はい、これできますか？ありました。いっぱいありますね、種類。そうなんですよ、このね、物によって、はい、物によって、はい、これ下から、はいはい、下を食べます。食べました。これガムテープです。はい、はい、よいしょ。はい、じゃあ次にじゃあ伝票またスキャンします。伝票をスキャン、はい、はい、そしたら銅根物がありますので、銅根物、これを裏側にしてもらって、はい、こうやって上に乗せて、で袋に入れる。ご案内を、はい、これも全部入れてくださいっていうのが出てくるんです。そうですね、すごい。はい、うんうん、はい、はい、完了。そしたらこれ隠さないように、隠さないように、そうです、この向きでこうやって貼ります。銅根、はい、そしたらレーンに流します。え、空いてるところに、はい、じゃあ、行ってらっしゃい。あ、ずらしちゃった。行ってらっしゃい、はい、今こちらでお勤めになって何年ぐらいですか？2、3年ぐらいですかね。周りのみんなが優しくて助けてくれるし、わからないことも聞くとすぐ教えてくれるので、とても働きやすいです、ね、ちょっと初め不安があったんですけど、でも大きいものとか重いものは男性が助けてくれたりとか、あとやっぱり細かいものが多いので、そういう面は女性の方が細かい気遣いもできるので、お客様に渡す商品なので女性がたくさん活躍されてるんだと思います。こちらでお勤めになって今何年ぐらいですか？6年過ぎます。6年過ぎた、はい、シフトとかもある程度の融通が効くので、急な用事があった時なんかはすごくありがたいです。他の
職場さんだとなかなか、うん、取りにくいお休みとかも取れたりもするので、その辺は作法もついてますし、すごくありがたいです。いや本当に女性の方が多くて皆さん楽しそうに働いてるっていう印象だったんですけど、はい、私どもやっぱ強みって言いますと、やはりその福利厚生っていうことじゃないかと思うんですけども、一つはその、まあ、社会保険に加入いただくという有給休暇をきちんと取っていただくとか、残業に関しては、まあ、1分単位で、お支払いをしてます、はい、そういう企業は、まあ、すいません他に私は知りませんけど、はい、まあ、そういうその人事専門家がやっぱり常駐しているということで、そういうこともできるというふうに思います、はい、働く、ね、女性にとって嬉しいし、はい、やりがいにもつながるかもしれないね、これスタッフにとっての幸せを第一に考え、お客様へより良いサービスを提供している住商グローバルロジスティクス株式会社の甲斐仁。そんな男が掲げる今後の展望とは。この秋10月11月にかけて習志野市で新しい拠点2つ稼働させます。で、私のやっぱり目標としては、その日本国内でですね、まあ、国内有数の物流センターということをやっぱり目指してですね、まあ、住商グローバルロジスティクス、日本にありというふうに、思っていただくような、そういった本部会社にしていければなと思っております、はい、最後になりますが、甲斐さんの格言をお願いします、はい、サッカーやってましたので、はい、もうこれ全部そこに行っちゃうんですけど、はい、やっぱりネバーギブアップなんですよ。ネバーギブアップ、絶対諦めない、はい、まあ、私もいろんな国で仕事してき ましたけども、あ、まあ、やっぱり日本人が考えていることと違う局面が出てきますので。違いますよね。世界中で私はもう、私自身もそうですけど、その私のスタッフに対してネバーギブアップっていうのを入社以来ずっと言い続けてきた。本当国が違うと、もうどんどんもう、ね、サッカールール一緒のやるように見えても基準が違ったりですね、それと同じようなことが多分物流で起きるんだね、常識が違うみたいなね。これからもネバーギブアップで一つ、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。ビジネスブックコレクション。これから家を建て替える方や新築される方々は、建築や法律には素人ですので、何を信用すればいいの、安心できる会社ってあるのかしら、という不安は拭いきれません。このような悩みを抱えながらの業者選定や広報選定は辛く大変なことですよね。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、地域密着型工務店が考える後悔しない家づくり。この本を書いたのは、創業明治16年、薄倉建設社長の薄倉雄一郎さん。5代目の薄倉さんが小さい頃から家を建てる現場で見ていた経験をもとに書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。